今回マックスウィンとラブーンのコラボ企画ということで特別な販売枠を設けていただいております。 MDR-PRO1 こちらの商品購入していただけますと3年保証はもとよりラブーンによる MDR-PRO1 のサポート代行いたします。また修理交換の際の手順の差別化、初期不良対応での差別化等、マックスウィンとラブーンのコラボ企画でしか受けれないサポートをご用意しておりますので、ぜひ興味のある方はマックスウィン、ラブーンのコラボ企画ご覧になってみてください。こんにちは。今回のご紹介は、こちら、マックスウィンの A001B、リア車内カメラバージョンのデジタルミラー。それから、こちら、私はいつも一押ししております MDR の PRO1、 こちらとの比較の観点でご紹介をいたします。以前は MDR の A002B、 こちらの上位機種になるんですけれども、そちらとの比較でこの PRO1 をご紹介したんですけれども、今回はこちらの2台非常にキャラクターが似ている2台とでの比較になりますので、こちらの機種をご検討の方は最後までご覧になってみてください。今回の比較の観点はスマートミラーとしての見え方の比較の観点でご紹介をしていきます。まずスマートミラーとしての見え方の比較の前に A001 から A002 になった変化点についてご紹介をいたします。一つ目はこのモニターの輝度値が上がったということになります。A001 は800から900カンデラと言われているんですけれども、 A002 になってからはさらに1300カンデラにアップしておりますので、液晶ディスプレイがさらに明るくなって昼間の明るい状況下であってもくっきりと見えるようになったというのが異なるところになっております。もう一つはこのリアカメラのフレームレートが、こちらは 30fps なんですけれども、A002 は 60fps に上がっております。で、最後に、ズーム機能の操作性改善というところが変わっておりまして、A001 というのは、この4パターン分かれているんですけれども、A002 になってから10段階ズーム機能が設定できるようになっておりまして、さらに2つのパターンの画面を固定することができるという機能になっているんですけれども、こちらの A001 というのは4段階で決めてどれか1つを選択して画面表示をさせるといった設定になっております。さらにリアカメラの反転設置に対応しているというところもありまして、こちらはあらかじめカメラの位置を決めておかなければならなかったんですけれども、 A002 になってからは例えばリアハッチを取り付ける際にカメラの上下反転してもこちらの方で設定ができるようになっているというところが違います。その他スマートミラーの機能性からは少し外れるんですが、外付け GPS アンテナに対応であるとか、スーパーキャパシタを搭載している、それから安全運転支援機能が追加されているということで、この安全運転支援機能に関しては別動画でもご紹介しておりますので、興味のある方はそちらの方もご覧になっていただければと思います。もう一つはデジタルミラーとしての見え方の違いということで、 PRO1 との仕様の差についてお話をしていこうと思います。こちらの A001 と PRO1 との比較でって話をすると、 A001 は800から900カンデラで、PRO1 は1300カンデラと、モニターのディスプレイの輝度値が高くなっている。で、フレームレートが30で、こちらが60ということになっております。なので、フレームレートが高くなってしまうと、シャッタースピードを上げていかなければならなくて、カメラのレンズに入る光源というものが少なくなってしまうということがあって、明るさという意味において少し不利になる点っていうのがありますので、まあその辺も着目して見ていただければと思います。もう一つ機能として異なる点は、自動輝度調整がついているかついていないかの違いがあります。この PRO1 は自動輝度調整付きになっているんですけれども、こちらの A001 は自動輝度調整というのがついていない仕様のものとなっております。まあ見ていただくとわかるんですが、前にセンサーあって、ここを塞ぎますと、今少し暗くなったと思うんですけれども、はい、このように
周りの明るさによってこの輝度を調整してくれるのが PRO1。 もちろんマニュアルでも選択できるんですけれども、こちらは手動で調整していくものとなっております。こういった形です。まあ、その辺が少しスマートミラーとしての機能という意味において異なる点になっております。で、最後に視野角の違いがありまして、こちらの A00 には視野角が113度あります。で、こちらの PRO1 は68度ということで、かなり A001 に比べると視野角としては狭くなっている。ちょうどこの白い径がありますけれども、ここまでのライン、このエルグランドもいますが、ここまでのラインが68度で、で、ここまで来ますと113度あるということなので、車1台分ぐらいの視野角の違いがあると、まあ、いうことになっております。まずこのスマートミラーなんですけど、一番重要なポイントというのは、何と言いましても、昼間でも非常にくっきりとしていて、視界が、リア視界がしっかりとモニター上で確認できるかということになります。まあ、そういった意味では、非常に鮮明にモニタリングしてもらっていないと困るわけなんですけれども、こう見ていただきますと、この2台のデジタルミラー、非常に鮮明にくっきりと映っているのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。実際私もこれ生で見る感じと、また携帯で撮ってる状態とで少し見え方が違う部分っていうのもあったりするかなとは思うんですけれども、今この明るい状況の中で見ている感じでいきますと、もうこれ携帯で見てる状態であっても、この肉眼で見てる状態であってもほぼ同じような感じで映ってますので、非常にくっきりと映ってるのがまずお分かりいただけるんじゃないかと思います。ただ一つあれって気になった方、鋭い方は思われた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、A001 ってモニターの輝度が800から900カンデラしかありません。それに対して PRO1 は1800カンデラもあるのに、見た感じでいくと同等の明るさのように見えていると思われている方もすごく多いんじゃないかと思います。その理由っていうのが次の滑らかさという話に関わってくる部分なんですけれども、 A001 はフレームレートが 30fps となっていて、この PRO1 は 60fps になっております。ちなみに A002 も 60fps になっているんですけれども、ドライブレコーダー非常に興味のある方で、ある方でしたらラブンブログご覧になっている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、あのブログの中で A001 と A002 の比較ブログという記事があります。そちらもぜひよろしければ見ていただければと思うんですけれども、画面の輝度が同等であるということで紹介をしています。800から900カンデラで1300カンデラに上がっているのに、なんで同等なのって思われる方も多いと思うんですけれども、実はこのフレームレートの違いというのがありまして、先ほども冒頭でご紹介したんですけれども、フレームレートを上げると滑らかさというのはもちろん表現できるようになります。これ見ていただいても上と下とでかなり滑らかさが違うと思います。で、さらに両方ともこちらに関してはドライブレコーダーついておりますので、ファイルで見ていただくとより一層その滑らかさの違いというのがはっきりとしてくるわけなんですけれども、この滑らかさを出すためにはシャッター速度を上げてやらなきゃならないということがあります。それによってカメラのレンズの開いている時間というものがシャッター速度を上げることによって短くなってしまいます。そうなりますと光がカメラのレンズに入りにくくなってしまって、暗くなってしまうという問題というのがあります。その差し引きによってこの A001 と A002 っていうのはモニターの輝度値は上がってるんだけれども、カメラのシャッター速度の違いというのが 30fps 分あるということで、その差し引きによって輝度値が同じになっているということが書いてあるんですが、この PR1 というのも全く同じ考え方になっておりまして、ほぼ同じぐらいの明るさなんだけれども、PR1 は 60fps になっていて、さらに
滑らかな映像を実現してくれているっていうのが、まあ、大きな違いということになっております。このショッピングモール街の少し暗くなっているところで見ていきたいと思います。で今入っていったんですけれども、まあ、見ていただきますと両方ともにしっかりとくっきりと映っているのが分かりいただけるんじゃないかと思います。でどちらかというと PR01 の方が HDR の補正が効いてるのかなっていう気が少し私の中ではしました。入った瞬間後ろの背後の風景が、まあ、見えている、白く光ってたところの風景ですね、そこが見えていたのでしっかりと HDR の補正機能っていうのも働いているのかなっていう感じがあります。でこういった少し薄暗いところ、明るいところと暗いところとこうまばらになってるんですけれども、暗いところに入ってきてしまうとやはり 60fps 分のその暗さっていうのがカメラから入ってくるカメラの映像による暗さっていうのが少し出てるのかなっていう気がします。だからモニターの輝度値が高くなっていたとしてもやはりカメラから入ってくるそのものの映像が暗くなってしまうとなかなかモニターだけで明るさをカバーするっていうのが難しくなってるのかもしれないです。その結果 A001 と PR01 で比較をするとやはり A001 の方が少し明るさという意味においては優れているのかなという気がします。実際 A002 との比較の中でもやはり明るさという意味においてはやはり A001 の方が明るいということでラブンブログの方でも考察しているんですけれども、この PR01 とやはりこう比較をするしてもやはり A001 の方がやっぱり相対的に明るいなっていう印象っていうのは実際に肉眼でこう見てもすごく感じるところかなと思います。ただ一つこの PR01 の強いところというのがありまして、何と言いましても LVDS 方式といってカメラからの映像方式はアナログ信号を使っています。この A001 も A002 もアナログ方式なんですけれども、この PR01 が少し値段が高いという理由の一つとしてはこのカメラからの映像方式というのがデジタル信号になっております。画面自体はフレームレートが上がっていてカメラからの映像は暗くなってるんですけれども、この映像をより一層拡大して例えばナンバーを確認したいといった場合に動画の倍率を上げて比較をしてみると非常に解像度が高くなっているということがわかるかと思います。 A002 と PR01 の比較動画でもご紹介してるんですけれども、同じ200万画素のカメラでの撮影にはなるんですけれども、映像方式の違いで解像度の違いというものがかなり出るということになります。はい、それでは次にトンネルの中の走行をさせてもらいます。今トンネルに入りまして少し暗い中での走行シーンなんですけれども、やはり HDR は MDR の PR01 の方が効いてるかなって気がします。でさらに今トンネルの中間ぐらいなんですけど、一番暗くなるところに関しては A001 の方が、まあ、少しミラー越しで見る限りだと明るい印象です。でここからまた暗いところが中身とこ出た時なんですけれども、 PR01 は徐々にこう明るくなっていくような感じなんですけれども、 A001 はこうパッとこうミラーが明るくなる、そういった印象になっているかなと思います。視野角なんですけれども、今ちょうど左にワゴン R 止まっているので分かりやすいかなと思うんですけれども、ちょうどミラーに見えるぐらいのところ、これがちょうど今ミラーに映ってる感じなんです。なのでちょうどミラーとリンクしてのこの視界になってるっていうので、結構 PR01 のこの視界っていうのが68度なんですけれど、そんなに悪くないのかなって気がします。でこちらはまあ113度ということで、より一層広角になってるわけなんですけれど、視野角が狭い方が車がより前に来てくれるし、視野角が広いとやはりこの車の位置っていうのがこう後ろの方に行ってしまいますので、当然ながらカメラとナンバーのその認識精度という意味においても違いが出てきてしまうということもありますので、その辺もしっかりと考えた上での視野角になっているのがこの PR01 なのかなっていう気が私の中ではします。
もう一つミラーの見え方の違いということで、こちらこうバック入れた時なんですけれども、このようにバック専用としてこう視界が切り替わるようになってます。でここでもしっかりと調整することができるので、まあ、こういったところの違いっていうのが結構あるかなという気がします。 PRO-1 はそういった機能が一切ついていなくて、単にミラーのみのミラーのみになってしまいますので、切り替えとか特にありません。でまたこれ見ていただくと、少し駐車場としては薄暗いところではあるんですけれども、非常に明るくて黒つぶれとかも少ないのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。むしろこちらの PRO-1 の方が少しやはりフレームレートが 60fps っていうところがすごく邪魔をしている部分があって、こういった暗いところになってくるとちょっとこう見えにくさっていうものが出てきているのかなという気がします。夜間走行時のモニターの比較なんですが、まず皆様にお伝えできることは A001 はモニターが非常に明るいということになります。 A001B はフレームレートが PRO-1 よりも30フレーム少なくなっているということから、シャッター速度を早める必要がなくて、カメラから入ってくる光源が十分に取り込むということができるということで、カメラの映像自体も明るいということで、モニター自体がトータルとして明るくなっていて、周りの状況としても鮮明に映し出すことができるということになっております。しかし PRO-1 も A001B と全く異なる機能というものを持っておりまして、こちらも前述している通りなんですが、LVDS 方式というカメラからの映像方式がデジタル信号となっております。200万画素という画質は A001 とは変わらないんですけれども、収録動画においては非常に高解像度になっているということで、まあ、こちら実際に動画を見ていただければと思うんですけれども、こういった夜間の暗い状況下においてもナンバー認識ができるほどの解像度を有しているというのが PRO-1 の大きな特徴になっているということを皆様にお伝えすることができるかと思います。後方車両のヘッドライトの光源性能なんですけれども、モニターを見ていただくとよくわかる通りで、後方車両のヘッドライトがかなり乱反射しているのが A001 だということがお分かりいただけると思います。それに対して PRO-1 はヘッドライトの光が結構抑えられているような状態になっていて、また路面に当たっている光の乱反射というのも A001 に比べると抑えられているというのがお分かりいただけるのではないかと思います。 HDR 機能が非常に働いているのが PRO-1 であるということを皆様にお伝えできるかと思います。次に全く照明がない暗いところでの見え方の比較ということなんですけれども、見ていただくと A001 はモニター自体がやはりこう明るいということもあって、しっかりと左右の車止まっているっていうのがわかります。で一方こちらの PRO-1 に関してはこう左にハイエース止まってるんですけれども、ちょっとやっぱりこの辺が見えにくい、止まってるか止まってないかっていうのがちょっと分かりにくいような、まあ、状況まで暗くなっているといった状況になっております。で試しにこれモニター自体を同じように暗くしてみたいと思うんですけれども、これ一番最小輝度にしてあるんですけれども、まあ、それでもしっかりとハイエースが止まってるのっていうのが認識できますんで、やはりこのカメラのフレームレートの違いっていうのがやっぱかなりこの暗いところになってくるほど効いてくるのかなと、差が出てくるのかなという印象があるかと思います。ストップランプを点灯させますと明るくなりますので、その見え方としてはこういった状態で、今度バック入れるときです。でバックはこれ A001 はバック連動線ついてますんで、こう見ていただくとこうバック入れたときっていうのがより一層鮮明に後ろの視界というものが見えるのが A001 です。
で、PR01 はバック連動線とかそういったものがついていないので、走行している時と特に変わらない視界になっているわけなんですけれども、後ろ、このノアボクシーに関しては、バックランプは LED になってますので、まあ、それによって光源が得られるようになりますので、さっきハイエース見えなかったんですけども、ハイエースは今見えるようになるといった状態になります。で、また戻します。前方です。そう、こういう状態になります。はい。ってことで今回はこちら A001、それから PR01、デジタルミラードライブレコーダーとしての見え方の比較というものを行ってまいりました。で、今回やはり分かったことというのは、A001 は A002 との比較においても、フレームレートが 30fps ということもあって、モニターの輝度値以上にスクリーンが明るく見えるというのが定評だったわけなんですけれども、やはり PR01 と比較をしても、昼間、それから夜、比較をしてもこのスクリーンの明るさ、カメラが映し出す映像の明るさというものは非常に光っているものがあるなということを改めて感じました。で、こちらの PR01 に関しても、モニターとしては1800カンデラということで最も高い輝度値を誇っていて、カメラの映像信号自体もデジタル信号ということになっておりますので、まあ、60fps 分シャッター速度が速くなっていて、画面が暗くなっている分、カバーするぐらいのパフォーマンスというのは持っていて、一番それがよくわかるのが、ドライブレコーダーとしての収録動画を見たときに、200万画素という解像度の中でも、アナログ信号による映像出力では得られない解像度で動画の収録ができるというのが、こちらの PR01 になっているということになりますので、まあもちろんなんですけども、両方ともに一長一短あるなということで皆様にお伝えできるかと思います。こちらの商品に関してなんですけれども、今回マックスインさんとのコラボ企画ということで、他の EC サイトでは得られない特典がついておりますので、ぜひ興味のある方は詳細概要欄に貼っておりますので、そちらの方を一度ご確認いただければと思います。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。